Welcome back to our channel. This is How Much Is Your Outfit in Tokyo? In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. Casper and Izzy. Where are you from? Chicago. Chicago, wow. Chicago. How old are you? I'm 25. I'm 27. How much is your outfit? My shoes are Miu Miu. They're Miu Miu? Like 200. Mm-hmm. Miu Miu ballet flats. This is a Miu Miu silk skirt. It was around $90. Vintage Metallica tee, like $75, $90. Uh-huh. And Fendi. $1,000. Oh, very nice. All right, I got the Junior Watanabe t-shirt, $300 US dollars. Mm-hmm. Chrome heart belt. $2,400 US. Uh-huh. Vetements jeans. These are like $1,000. Balenciaga shoes. Oh. $1,200. Oh my god. Balenciaga glasses. $500. Huh? Okay, thank you. How much do you spend for your clothes for each month? Maybe like, it depends. Okay. $3,000 maybe. Uh-huh. Okay. For me, like maybe $1,000. Oh. $1,000. What is your job? I'm a fashion designer. I'm a writer and video editor. Oh, thank you. Yeah. Do you like Japan? Yeah, we just moved here. Live in Japan? Yeah. Yeah, we just moved here, yeah. Oh. Yeah. How long? We just got here like three days ago. Oh. Welcome. With our dog too. Oh. Our dog super and fresh. Us. Yeah, we just got here, so. Welcome to Japan. Bye bye.友滝優也って言います。今年23です。お仕事何されてる方ですか？鬼塚タイガーっていうショップで働いてます。さあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？トップスが今ちょっと休憩中なんです。鬼塚のスタッフのシャツ、パンツはもう普通に古着屋さんで買ったやつなんで5000円ぐらい。ソックスとかこのサッカーソックス、アディダスのサッカーソックス履いてて、かっこいい。ブーツがビッグオーエンスのブーツになってます。セレクトショップ、アーカイブのショップで買ったんで、はい、8万ぐらいです、ね。はい、これいつだった？2010年ぐらいのものになってます。でバッグは古着屋さんで見つけた、これヒューゴボスっていうバッグで、ちょっとまあ大きめのバッグで結構使いやすいんでよく使ってます。値段が8000円ぐらい。これはなんか地元のハンドメイドのものになってて、クリスタルが全部スワロフスキーのクリスタル使ってて、で職人さんがちょっと一つ一つハンドメイドで作ってます。でリングもそうですね、ハンドメイドで安くできてるんで、はい、全然3万円で、リングとかは5000円だったかな、それくらいですね。ピアスとかはこれはもう母親からいただいたもの、ダイヤモンド、ヘビ、ね、ヘビみたいになってて、でこっちはなんかもう昔買ったんでちょっと覚えてないんですけど、はい、普通にシルバーのリングになってます。 OK、 ありがとう。毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？まあ大体基本は5万円から、まあ行くときは冬とか10万円ぐらいですね、うん。最近のマイブームとかあったら教えてください。まあ洋服見に行ったりとか、まあホラー映画好きなんで結構ホラー映画とかよく一人で見てます。最近見たホラー映画聞いてもいいですか？ホラー映画貞子です。おお貞子、はい。どんな些細なことでもいいので将来の夢とか目標とかあったら教えてください。将来の夢は、まあ、自分で洋服屋さんを経営することです。おお、いいっすね。どの辺に店開きたいですか？現実的にだと下北とかにアーカイブのもっと古いブランドのやつをもっと展開していきたいなと思います。ぜひその夢叶えてください、はい、ありがとうございます。ともかです。20歳です。お仕事は何されてる方ですか？仕事は学生とモデルをしています。モデルさんはどんなお仕事が多いですか？あんま今始めたてであんまり経験ないんですけど、はいはい、これからはなんかいろんな多方面に活動していけたらいいなって思ってます。今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？キャップが LMC っていう韓国のブランドで5000円ぐらい。トップスがユニクロで2000円ぐらい、うん。スカートがこれパリに行った時に古着屋で買ったもので1500円ぐらいでした。靴がこれも韓国のブランドでロックフィッシュウェザーウェアっていうところのスニーカーで、これが1万5000円ぐらいでした。かわいい、はい、面白い形してますね。そうですよね、なんかデザインしあってかわいいなって。これアークテリクスのもので、これはネットで購入して1万円ぐらいだったから。あ、1万円ぐらい、軽いし使いやすいんで。お
いいですね。ネックレスはこれ親戚からいただいたもので、キットソンっていうセレクトショップのものになります。素敵です、ありがとうございます。はい、毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？使わない時は本当に1万円も使わないぐらいなんですけど、なんかもうこれ欲しいってなった時は3万から5万ぐらいですかね。普段コーディネート組む時に意識してることとか気をつけてることってあります？私色をあんまりいろんな色を入れすぎないのをちょっと注意してるかもしれないです、うん、今日も黒と水色みたいな感じで揃えてるんで、シンプルにすることが好きです。なるほど、素敵です、ありがとうございます、はい、最近ハマってること、マイブームあったら教えてください。最近じゃないんですけど旅行好きで、なんか旅行のサイトとか見てここいいなって探すのいつもやってます。なるほど。今行きたいとこあります？ギリシャのサントリーニっていうところがあるんですけど、そこに行きたいです。どんなとこなんですか？青と白、海みたいな。 あれかそこがもうめっちゃ綺麗すぎて、もう早く行きたいなって感じです。ありがとうございます。最後にどんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標とかあったら教えてください。世界中を旅することです。好きなんですね、本当旅が。そうですね、だからまあ趣味でも仕事でも世界中旅する人になれたらいいなって思ってます、はい、ぜひじゃあその夢を叶えてください。名前がサニーで20歳です。20歳、大人っぽいですね。ありがとうございます。お仕事何されてる方ですか？仕事は歌ったり踊ったりするお仕事なんですけど、クラブとか、はい、で盛り上げる感じの。あー、なるほど。どの辺のクラブにいらっしゃるんですか？どこでも呼ばれたら行く感じ。呼ばれたら行く感じ。今日身につけてるもの、はい、上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？キャミソールが古着屋さんで買って100円コーナーっていうのがあるんですけど、はい、このキャミソールは100円で買いました。100円、中も上も100円で買いました。下がブックオフの古着コーナーで買ったんですけど、ブランドはギャップキッズなんですけど、120円ぐらいで買いました。すごいね。あとは下はアディダスで、靴下も3足セットで3000円ぐらいで、はい、靴は1万3000円ぐらいかな。1万3000円ぐらい。バッグが江ノ島のデニムストリートっていうズボンをリメイクして作ってるリュックなんですけど、1500円ぐらいです。お父さんとお母さんにピアス買ってもらいました。ビビアンの本当は2個セットで耳たぶにつけるやつなんですけど、はい、トラガスしか開いてないんでトラガスに。これいくらぐらいで買ってもらったんですか？2万4000、5000円ぐらいいたと思います。ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？だいたい0円。古着屋行っても、はい、たくさん買って5000円ぐらいです。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることってあります？儚さを意識してます。言われて一番嬉しいのが儚いっていう。可愛いよりも儚いって言われるのが嬉しい。なるほど、ちょっと初めての角度の回答ですね、はい、今日の儚さポイントどこですか？儚さポイントはちょっとまあピンつけたりして、はい、ちょっと幼めなでも、はい、メイクとか大人っぽくしてみました。幼さ×大人っぽさイコール儚さ、はい、多分っていう感じですかね。どんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標とかあったら教えてください。今やってる歌ったり踊ったりするお仕事でラスベガスに行くのが夢なんですよ。すごい。エンタメ最上級のラスベガスでパフォーマンスするのが夢です。22歳鈴鹿です。23歳拓也です。お二人お仕事は何されてる方ですか？ OL です。医療関係です。今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？はい。この上とあとの T シャツ、バッドブレインズのバンド T シャツで、かわいい。どっちも同じ古着屋さんで買って、はい、1万 T シャツが7000円ぐらいで買いました。7000円ぐらい。パンツがストゥーシーで、古着でこれも1万円ぐらいで買いました。かわいい。あとスニーカーがアシックスで、はい、1万5、6000円ぐらいで。1万5、6000円ぐらい、はい、買った気がします。 OK、 ありがとうございます。光さん、同じような流れで聞いてもいいですか？チャップがサンドウォーターっていうブランドのチャップですね。これが1万3000円ぐらい。シャツが下北沢の CCX っていう古着屋で買ったシャツで、これが7000円ぐらい。パンツはちょっと買った場所忘れちゃったんですけど、
い。黒子も古着で3000ぐらいで買いました。古着なんですね。すごい綺麗ですね、でも。はい。靴は10年ぐらい前、はい、地元の古着屋で買って、これも多分、値段覚えてないですけど、多分5000円ぐらい。めちゃくちゃ物持ちいいっすね。はい。バッグは、これも古着で、マンハッタンとビームスのコラボですね。これも多分5000円ぐらい。ありがとうございます。お二人は毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？2、3万だと思います。2、3万ぐらい。月によります。カルさんはどうですか？最近古着ばっかなんで、まあ大体3から5万ぐらい。ありがとうございます。お二人は普段香水つけますか？香水つけます。何つけてますか？ずっとシャネルのチャンスつけてます。僕はプラダのブラックっていう香水つけてます。お二人の最近のマイブームとかあったら教えてください。僕はサウナですね。おすすめのサウナどこですか？おすすめのサウナはサウナ東京っていう赤坂にある。ほう。じゃあマイブームサウナ。サウナで、はい、おすすめのサウナありますか？佐賀県にある羅漢の湯ってところのサウナ、なんかそういう宿泊施設があって、はい、温泉宿があるんですけど、そこのサウナがおすすめです。おすすめ。じゃあ最後にどんな些細なことでもいいので、お二人の夢とか目標とか何かあったら教えてもらってもいいですか？毎日楽しく幸せに過ごすことです。それがまあ最強っすよね。めっちゃ稼ぎたいです。いいっすね、即答、はい、お仕事頑張ります。頑張ってください。17歳のちなみです。17歳のシアラです。お仕事は何されてる方ですか？学生です。高校生、はい、高校生です。 OK、 ありがとうございます。じゃあお姉さんの方から今日身につけてるもの、はい、上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？古着屋で買った3000円ぐらいのポロの多分やつで、中はなんか GU のキャミソールで、これはブックオフで1500円で買って、すごい。でこれは学校の靴下。学校の靴下。これは分かんないです。なんか家にあったの履いてきました。ローファーみたいなやつ。ローファーみたいなやつ。自分で買ったやつではないですか？じゃないです。お姉ちゃんとかだと思う。あ、はい、お姉ちゃんの許可取ってますか？あ、許可取ってないです。あ、手に入ってきました。バッグは分かんないけど、多分シーンかな。多分。あ、シーン。はい。多分いくらぐらいで？はい。これ2000円とかだと思う。2000ぐらい。はい。OK、ありがとうございます。お姉さん聞いてもいいですか？これはジェントルモンスターとあとマルジェラのコラボのやつに買ってもらいました。誰に買ってもらったんですか？パパです。あ、パパ。これは H&M でセールで2000円ぐらい。2000円ぐらい。 OK。 これはブランディメルビル、うん、っていうブランドでこの間買ってきて2300円ぐらいで、靴下はドクターマーチンの。かわいい。かわいいですね。靴は確か多分ザラかな。うん、ザラで。これママと兼用です。いいですね。あ、ママと兼用。靴下は3000円から5000円ぐらいかな。靴はいくらぐらい？靴はママが買ってきてくれたんだ。オッケー。バッグはディオールかな。これはママのお下がりです。あ、ママのお下がり。ありがとうございます、はい。お二人毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？月によるんですけど、はい、まあ、使うときは1万2万で、まあ、使わない月は本当に買わない月もあります、はい。お姉さんは同じですね。結構一緒に遊ぶこと多くて、はい、一緒に古着屋とか巡って服見に行ってるんです。じゃあ1、2万ぐらいですか、お姉さんも、はい。アルバイトとか何してるんですか？アルバイトはあのファミレスで、はい、やってます。せっせく働いてます。してないです。 OK、 ありがとうございます。香水をつけますか？つけます。何つけてますか？ジルスチュアートのブルーミングブーケっていうのがめちゃくちゃいい匂いなのでおすすめです。お姉さんは？この間もうなんか切れちゃって、うん、新しく原宿竹下通りで、はい、800円ぐらいのなんか自分が欲しい香水の匂いに似てたやつ買ってそれつけてます。 ありがとうございます。お二人の将来の夢とか目標とかあったら教えてください。保育士になりたくて、今保育士を学べる4年生の大学探してます。おー、はい、いいですね。頑張ってください。私はファッションが好きなので、うん、そういう服飾系の大学に進もうかなって考えてます、はい。いいですね。じゃあぜひ素敵な夢を叶えてください、はい。ありがとうございます。リサです。24歳です。トウイです。24歳です。お仕事何されてる方ですか？クラブオンタップオイル会社員してます。おー、そうなんですね、はい。お兄さんは下北沢で古着屋経営してます。お店の名前聞いてもいいですか？あ、お店、カッコっていう名前の古着屋。カッコ、はい、そうです。ちょうど8月3日に2号店もオープンして今2店舗下北沢にあります。すごい。じゃあカノンさんの方から今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？はい、このバンダナは古着屋さんでなんか500円ぐらいで見つけました。かわいい。ネックレスはちっちゃい頃ね、はい、ハワイに行ってお土産ショップとかで見つけました。それを今つけてらっしゃる。しました。いいですね。このタンクトップも古着で
確か3000円ぐらいで。3000円ぐらいした。で、これスイムウェア、ビキニなんですけど、なんかスペイン行った時に古着屋で4ユーロぐらいでカゴの中に入ってたので可愛いなって思ってやって、で、まあ、メルカリで買ったポーチのウエストポーチです。3,4,000円ぐらい。 OK、 ありがとうございます。スカートはアメリカで買ったんですけど70ドルぐらいだった気がします。かわいい。これはドクターマーチンのサンダルです。25,000円。25,000円ぐらい。結構いろんなとこ行かれてるんですね。海外旅行好きなのでここでお洋服買ったりします。OK、ありがとうございます。じゃあ彼氏さん、同じような流れで上から下まで聞いてもいいですか。帽子が友達の古着屋で4,000円ぐらい、アディダスの帽子です。メガネはレスカのピカっていうシリーズのアイテムで6万円ぐらい。 T シャツはメルカリで1万円ぐらいです。原宿の昔あったブランドのアイテムです。かわいい、はい、パンツが建造の古着ですね。これも下北沢で買いました。建造なんですね。それそうです、セットアップで5000円ぐらいだったっす。なんでパンツ1個換算で2500円ぐらい。あ、靴がコンバースとアンブッシュのコラボの靴を買います。これもでも古着で1万円ぐらいでした。コンバースとアンブッシュコラボしてるんですね。そうですね、5年前ぐらい。かっこいい、はい、バッグがクリスチャンポーっていう、はい、これ渋谷パルコのなんかポップアップスペースの古着屋さんで買いました。5000円ぐらいでした。かっこいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか。5万円から8万円ぐらい。結構5から8ぐらい。オッケー。いかがですか。約10万円ぐらい。10万円ぐらい、はい、香水はつけますか。普段つけてます。何つけてるか聞いてもいいですか。リプティックのタムダオっていう香りをつけてます。オッケーです。彼氏さんいかがですか。僕もロエベのアイテムを使ってます。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ロエベ。ロエベの香水、はい、オッケー。お二人の最近ハマってることとかマイブームあったら教えてください。昨日からネットフリのエミリー・イン・パリスが公開されたので、それを昨日からずっと見てます。おー、マイブームになりそうな感じですね。そうですね、ちょっと楽しみにしてたんで公開。オッケー、ありがとうございます。僕はもう中学生の時はずっと服好きなんで、ずっと古着屋さんあさりに行ってます。じゃあ最後にどんな些細なことでもいいので、お二人の夢とか目標とかあったら教えてください。まあ、もっと古着屋さん増やしていきたいな、まあ、自分の古着屋さんもっとかっこいいなって自分が思ってることをみんなに伝えていきたいな。海外で仕事してみたいなとか、ちょっとロサンゼルスとかに長く滞在したいなって。なんかいい意味で2人ともちょっと海外感ありますもんね。雰囲気感じますよ。日本人感ないよ。こんなに耐えるし。確かに確かに。ありがとうございます。いよりで23歳。りなです。23歳です。お仕事はお二人何されてる方ですか。今学生です。受付嬢みたいな。OK、 ありがとうございます。女性の方から今日身につけてるもの、ブランドとお値段教えてもらってもいいですか。上がセカンドのキッズで300円。300円。すごい。下が H&M で2000円しないくらいです。靴がナイキのグレープみたいな名前ので2万しないくらいです。ベルトはエブリスで5000円くらいで、ブレスレットはディーゼルの1万5000円くらい。バッグはオニツカタイガーの1万8000円くらいです。 OK、 かわいいですね。キティちゃん好きなんですか。キティちゃん大好きです。 OK、 ありがとうございます。じゃあ男性の方も聞いていいですか。同じような流れで、服がファミマで1500円くらい、ベルトが GU で1000円くらい。GU なの。結構前に買ったやつで、okay. で古着で7000円ぐらいパンツ。かっこいいですね。で、まあ、クロックスの厚底のやつで1万円ぐらい。これがあれか、クリスマス交換したやつで2万円ぐらい。それぞれこう渡し合った感じ。渡し合って。おー、いいですね。そういう時ってこれ欲しいって言うんですか。いや、たま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 、たまたまディーゼルでお互い買い合ってた。おー、これは全然古着屋さんで2500円ぐらいのやつ。おー、なるほど。壊れちゃって、同じやつ、同じやつだったけど、そう、壊れちゃって。でもなんか結果違うものに見えるという。結果オーライ。結果オーライな感じがします。これはあのママからもらった。ママからもらった。そう、いくらかな、分かんない。ありがとうございます。お二人毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか。2、3万くらい。香水は普段つけますか。香水はイソップの、匂いちょっと忘れちゃったけど、イソップでグッチのなんかメンズの黒い真っ黒な。どんな香りですか。ペッパー系、ちょっと男性な感じの。
あんまり甘くない匂い。じゃあ最後にお二人のどんな些細なことでもいいので、将来の夢とか目標とかあったら教えてもらってもいいですか。好きなお洋服を買いまくりたいです。いいですね。僕も好きな服をたくさん一緒に着ていきたいねって感じです。ラブラブだな。じゃあぜひその素敵な夢を叶えてください。はい、バイバイ。